最近よくほらインスタでも聞かれるのは、何時間練習するんですかって聞かれるんです。で僕はあんまり時間を今は気にしないんですけど、でその当時のことをよく考えたので、よく考えたらクリスマスがあるの知らなかったもんね。正月があるの知らなかったので、それぐらい全くギターしか興味がなかったわけね、正直なことも、うん、なので初めのアメリカ行って2年ぐらいさ、クリスマスのパーティーとか行ったこともないし、それぐらいギターばっかり好きだったんで、うん、とりあえずギターギターでしたね。91年かな。で結構ジョーパスがもう年いってたん で僕とニール・イツラーっていう親友がいてね、でそいつとジョーパスのソロのライブ見に行って、僕がジョーにレッスン教えてくれって言ったの。そしたら断られたの。で3回か断られたの。4回目に言ったら、明日ホテルに電話かけてこいって言って、で電話したらレッスンいくらって言ったら、わからんって言うの。あんまやらない。どうしたらいいって言ったら、なんかボストンのあのなんていうの、葉巻のお店で連れてったら、その葉巻一箱買ったらやってやるって言って、で葉巻シガーストア連れてって、でホテルで3時間ぐらいおしゃべりで全部録音して、それでね正直人生変わりましたよ。チョイスを持ちなさいって言われて、チョイスっていうのは例えばこうやってまっすぐ行ったら道が2つ3つあると、でそれいつでも選べるようにした方がいいと。だから例えばギタリスト大体 E のブルースでやったら、みんなここ来るでしょ、この辺に。それだとなんていうの、メモライズしてただ一般常識やってるだけなんで、やっぱりジョーのアイデアっていうのは低いとこでもできたり、真ん中でできたり、いろんなところでやったり、同じ音を違うところでやったり、そういうなんていうの、チョイスがあった方がいいよって言われてるね。それが僕の中ですごく重要だって。でいつもシンプルなことを狙うのと、シンプルなことから 2,3 個発展させていつもチョイスを持つと。ギターっていうのはなんていうのかな、底なしですよ、ね、だから面白い、常に初心に戻れるし。僕のなんていう、今その目標はもっとなんていうの、基礎的なことをやってもらって、でギターがもっと楽しくなる、で楽しいからやってたらもっと人間性が良くなると、辛抱強くなって優しくなって努力するようになるから、なんていうのかな、それがいい人、他の人にいい影響を与えるというか。なんで僕は反対に言ったら、ギターを通していい人になってほしい。それが一番の目標。